初階級を主流に任せ単身で四死球へと乗り込む聖夜。四死球を守るのはかつて幼いアテナの命を救い反逆者として命を落としたアイオロスの弟レオのゴールドセインとアイオリアだった。沙織をアテナと認め忠誠を誓っていたはずのアイオリアだが四死球を通ろうとする聖夜に容赦のない一撃を叩き込む。その表情に聖夜の知るアイオリアの面影はなく殺気に満ち溢れていた。俺はこの四死球を守護するのが役目。まだまだ誰だろうと通すわけにはいかない。バカな、何を言っているんだ。俺たち一刻も早く中二球を突破しなくちゃいけないんだ。くどい、この四死球を通ろうとする者は誰であろうと、デオのアイオリアが殺す。今こそ燃え上がれ、アイオリア。俺のコスモよ。貴様と話し合うつもりなどない。まだまだ、ここまで攻撃してもまだ目が覚めないだなんて、教えてくれアイオリア、一体何があったんだ。お前には関係ない。まだまだ、受けよ獅子の牙を。迫っているのに、これ以上アイオリアと話し合っても無駄ってことか。こうなら遠慮しないと。あんたは悪の側の人間として全力で倒すだけだ。行くぜアイオリア。ハイトニングボルト、ハイトニングボルト、見えた。苦しい家政や、今すぐ楽にしてやるぞ。どうしてだアイオリア。まだまだ、燃えろ俺のコスモよ。ペガサス水星剣。セイントの鏡のような男、アイオリア。だが、今のアイオリアから感じるのは、セイントの鏡どころか、悪鬼。敵を殺すことしか考えていない、悪鬼のようだ。死ね、セイヤ。待て、セイヤの命は誰にも渡さねえ。このカシオスがもらう。カシオスと言いたいところだが、事情が変わった。セイヤ、ここは俺が抑える。お前は早く先に行け。アイオリアは教皇の元老魔王剣にやられて洗脳された状態なのだ。元老魔王剣は犠牲者の前で人が一人死なないと解けない伝説の魔剣だ。なんだって。解け、カシオス。前ごとき総評に用はない。どかぬ。あんたの目が覚めるまでは。ならば死ね。何バカな。カシオス、なぜ。だから言っただろう、目の前で
人一人死なん限りアイオリアの目は覚めんと。それにお前に死なれると悲しむ人がいるんでな。え、その人が悲しむのを俺は見たくないんだ。俺にとってそれは一番辛いことなんでな。別にお前のためにやったんじゃない。カシオス、俺にとっての女神とはその人のことなのだ。あ、邪魔するな。二人をまとめてあの世に送ってやる。アイオリア、カシオスはお前を正気に戻すために命を投げ出したのにまだ目が覚めないって言うのか。ドームよ、これで最後だ。ライトニングプラズマ、アイオリアも魔剣と戦っている。アイオリアを目覚めさせる一撃が欲しい。アテナよ、コスモよ、俺に奇跡を与えてくれ。ただ一瞬でいい。俺のコスモよ、アイオリアの位まで高まってくれ。もう一度俺に光を見せてくれ。さっきはライトニングボルトを見極めることができたんだ。このままいけば奇跡。セイヤ、セイヤ、コスモを高めたところで俺を倒すことはできん。カシオスと共に死ね。アイオリア、勇敢な戦士というだけでなく人間としての優しさを持っていたあんたを取り戻すためにもこの命ある限り俺は諦めない。燃え上がる。よし、俺のコスモよ。俺には効かんぞ。あった、こっちだぜ。あった、こっちだぜ。オルト、見えてる。まだまだ。行くぞ。オルト、よし。
獅子の方向を。このライトニングプラズマは1秒間に1億発もの剣が駆け巡り、これが俺の高速の剣だ。マッハの剣しか持たぬお前に勝ち目はない。行くぞ。こんなところで負けてたまるか。ライトニングプラズマの今こそ燃え上がることができれば俺のコスモよ。アイオニアに近づけるはずだ。俺のコスモよ。ペガサス水星剣。アイオリア。セイヤ、俺は一体よかった。完全に元のアイオリアに戻ったんだな。カシオス、しっかりしろ。カシオス、今手当てしてやるからな。カシオス、カシオス、今度は星になってシャイナさんを守ってやるんだぞ。大丈夫か、セイヤ。セイヤ、カシオス、お前の命決して無駄にはしないぞ。アイオリア、カシオスを手厚く葬ってやってくれ。時間がないからな。俺たちは次の処女級へ向かうぜ。待て、セイヤ、一つだけ教えてやる。絶対に、釈迦の目を開かせるな。釈迦の目が開かれた時、その場にいるすべての者は、生き絶えるのだ。